じゃあまずは主体認証からいきましょう主体の知識による認証にについてです、えー、知識による認証は本人しか知らないはずの知識を持っているものを本人と認めることです。パスワードとかパスフレーズピンこれ何が違うか分かりますかパパススワーード、パスフレーズピン、これら何が違うんでしょうか、はいまあ、あのこれは見た通りですパスワード認証よりパスフレーズ認証の方が多分長いものを使うだろうと。でピンは まあなんか数字だけとか何桁の数字とかに決まっているというそういう話と思ってくださいでこれらはえ本人しか知らない知識として認証するという話です <laughs> 例えばえ僕らあのこういうのでやりますよね、はい、でパスワード、えー、設定してくださいとかっていうふうにやりますよねこれはの入学した時にこれやったはずですこれだや,やったことありますよねこれアクティベーションする時にこの 仮パスワードと新しいパスワードを変えるっていうのをやったわけですけどこれパスワードポリシーっていうのがどのシステムにもありますであの我々システム運用をやってるやっていた人からするとパスワードポリシーにえーとこ,れこれよく見るとないと思うんですけど特殊文字の中にカンマがあると鬼門なんですえつまりピリオドはいいんですけどカンマはすごい鬼門 えつまりこれどういうことだと思います、えー、これあのパスワードをこれサブミットするじゃないですかでパスワードがデータベースに入ってそれ,があのえそれを CSV で吐き出すわけですよ CSV ですよ CSV、はい、カンマでセパレートされてるわけですよねでなのでえカンマがあるとそれがあのセ,パレートセパレートバリューなんだというふうに認識するシステムもあるかもしれないのでえカンマがないパターンがあります、えー、ECSID のシステムはないはずです ごめんなさいパスワードポリシーの話をししていましたパスワーードポリシーは、えー、それぞれのシステムがどんなパスワードを <laughs> 受け付けるかっていう話です。でこのパスワードポリシーが、えー、全世界のあらゆるシステムで統一されていれば楽ですよね。えー、つまりその例えば Yahoo! のパスワードポリシーでは「@」アットがあると駄目なんですけど Google のパスワードポリシーは「@」アットがあってもいいとかっていうんだと、えー、仮に「 えそのいやヤフーのパスワードポリシーは困るんだけどとか言ってた言ってた人がそのその口で私困るんだよねとか言ったらあんたのパスワードアットが入ってるのねということが分かってしまいますよねでそういうことがこうつつうらうらあるわけですよで非常に困るわけですよね、えー、でまあただ今,今の段階でちょっとこういう状況です、えー、パスワードポリシーの話をしました。 でちょっと皆さんに質問があるんですけど ECSID は卒業後3か月したらあのもういやおうなく使えなくなりますこれ使えなくなるのは何でだと思いますか、はい、えっとですねこれ皆さんの立場になって考え皆さんの立場とシステム運用者の立場両方考えてほしいんですけどえっと考え方としてはこれあの ID があるっていうのはこのシステムにアクセス権限があるっていうことなんですね。仮にその ID とパスワードが他の人に知れてしまったら不正アクセスができてしまいますよね。で、えっとなのでちょっと考え方をちょっと変えてほしいんですけど、えっとまあ、僕はいつもそういうふうに考えてるんですけど、ID っていうのはある,ある意味リスクなんですよ。つまり疑われるかもしれないリスクなんですよね。 情報システムにアクセスできるっていうことはその情報システムの情報を不正アクセスできる、えー、踏み台の ID を提供でき,できちゃうじゃないかっていう、えー、リスクなんですよ。なので僕はあの大体あのとっとと削除してくださいっていう,いうようにしてるんですよね。はいえー、という、まあ、なので京都大学は責任を持てなくなるというのはその通りです。はい でパスワードがどのようにサーバーで保存されているかというのは先週もやりました Windows だとシステム3にコンフィグ以下のサム、えー、ファイルにありますこ Windows 使っている人は、ましまあ、試しにあのこうサムファイルにアクセスできるかどうか試してみてくださいユニックスだとエトセシャドウです、えっと、OSX だとちょっと、えー、僕が確認した僕の、えーえっと、OS10 だとここにあったと思います、えー、で このパスワードは保存どのようにされているかなんですけどまあよく見ていただくと分かる通りパスワードがも,もちろんクリアで保存されているわけではなくてえこの例ですと MD5 というハッシュ関数でハッシュ化されています。でえっとま,あまたちょっと自分がもしサーバーにアクセスできるのであれば見てもらいたいんですけどえっとこれだとこのアカウント名がアカウント名の 後にコロンがあってその後にドル6ドルってあるんですけど、まあ、これだと、えー、シャーでハッシュ化されているということを表しています、はい、でこのようにハッシュがされているわけですけどハッシュ化されていないとどうなるかっていうのはもう分かりますね。はいであのー、流出したパスワードの統計を取ってみるとやっぱり一番多かったのが123456でした、はいで。パスワードとか であのこれ、2013なんで2012年に流出したパスワードの話だと思うんですね。で、2012年には Adobe からパスワード流出したんで、ナンバー10に Adobe123 っていうのが入っているということが分かりますね。はい、で、ハッシュ化しないとこうなっていて、まあ、でこういう典型的なパスワードはアタックに使われるので、もしこういうパスワードにしている人は、気つけてくださいという話です。2014年どうなったんでしょうか。ああままりり変変わわわっっててないわけですよね 123456ドラゴンとかフットボールとかねであのちょっとあのこれも分かりますよね意味ねキーボードの並びですよねはいでじゃああごめん小さすぎますえー、っとえー、っとですね多分ネットにつながってたと思うんですけど ちょっとみんな勉強ちょ,ちょっとあの、えー、世の中の人も気をつけている感があるのがで一二三四五六っていうのはアンアンチェンジドなんですよねはい一二三四五でウェルカムとかで一二三四五六じゃ地球ではダメなんでゼロを付け足した人とかね。 でもうちょっと行くとですね、まあ、ドラゴンとかあるんですけどこれは分かりますか 19AZ2WSX キーボードを見てください、自分のこうこう上から上から下ってやってるんですよ 19AZ2WSX ってやってるんですよね、はい、モンキー、レッド・ミー・インログインとかそのままやろっていう、はい、これも分かりますか,これ,こ,れもかるこれもちょっとひねってるんですよね。あの とい,いうのが報道されたので、まああの。という、はい、はい、スター・ウォーズこれは多分アメリカの話なんですよね。えー、なんであの、ハッシュ化しないと、えーまあ、こういうのが、えー、サーバーの管理者に目に増えれたりとかってするっていうことはあの、ハッシュ化してるからないわけですけど、えー、僕ら、これ、あの気をつけていかないといけないわけですよね。で、ちょっとあの考えてほしいんですけど、ちょっと待て。ある意味その もしかしたら同じサーバー同じシステムに違う人がアクセスするんやけどちょっとあのパスワードについての意識が低くて「えー、パスワード123」っていう同じパスワードを、えー、つけたとしますよね。でこの時に仮に僕があのサーバーの管理者やったとしたらある人とある人のここのハッシュ値が同じっていうことになって。 えー、この2人のパスワードが同じだっていうことが管理者の目に触れてしまうっていうことが、えー、危惧されますよねでそういうことにはならないようになっています、はい、どういうことかっていうと、はいえー、まずパスワードそのものをハッシュ化することは今の実装上ありません、えー、パ,スワードのパスワードに塩をくっつけてハッシュ化しますでもこれらとまだだめですよね同じ入力のハッシュ値は同じなんで これダメですで。どうなってるかというと、あごめんなさいこれちょっと見えにくい見えにくいかもしれない見えにくいので見えにくいんですけど、一昔前のウェブアプリケーションだと、使、え、用、ー、を二十個ぐらい列挙しておいて、えー、こうラウンドロビンで使い回してっていうことをやっていました。でそのことによって、えー、そのことによって、そのことによって、ある人ごとに使用を違うようにして ハッシュ値を違えるようにするというふうにしていました、はい、でまあこのような実装になっていて、えー、仮に同じパスワードだったとしてもハッシュが違うようになっています、はい、でこのように、えー、仕様を使って非常に重要なんですよねかつあのそれぞれ違うようにしないとまずいという話でしたで Windows ではどうしているか Windows の認証方式は NTLM、えー、LM ハッシュとか NTLM とかって言われています。で、LM ハッシュは非常に弱い、はいえー、解読されている、もう解読がされて,使わ,れてい使,わ使わないようにと言われているアルゴリズムで7文字ずつしかなくて、かつ探索空間も大文字小文字がない、非常に狭い探索空間になります。で えっと皆さんはこれは心配する必要ありません。LM ハッシュは今どき使,使われていないので、えー、大丈夫です。でも仮に会社に入ったときとかに、仮に入ったときとかにですね、那、え、須、っと、に,にアクセスするために、えっと、LM ハッシュ、LM 方式、LM 認証を有効にしてくださいとかって、あのー、言われたときは気をつけてくださいね。あの非常に弱いハッシュで保存しているということを認識してください。で今はもっっと強いハッシュになって いますで、えー、このようにパスワードが奪われる、えー、パスワードがあの、えー、いくらハッシュ化されているとしても破られるときがありますこう今ずっとこう知識による認証の話をしてるわけですよねでこれは僕が管理している、えー、っとサーバーなんですけどこう世界中からごめんなさいねこれ本当に見えにくくて申し訳ない、えー、SSH で世界中から、えー、アクセスがなされているという絵です。はいはい、では まあ、そんなんななじゃないあの、こういうパターンだとどうですか、えー、数字10桁と、えー、パスワードが4桁しかない、でしかもその4桁が、えー、誕生日だったっていうそういういウェブシステムが、えー、少し前まで存在していました。でこれがですね、えっと、ウェブで認証するときはもっと長いパスワードになってるんですけど、えー、なんか他の手続きの時は未だに4桁だった4桁のような気がするんですよ、僕今もこの航空会社使っているのでね。ね、はい まあこういういいいんだととまずいという話でほ、ねはい、他にもなんかその PC を使っている時にお使いの,コン,使いのコンピューターのパフォーマンスが悪化していますとか出る時ありますよね。はい、でそれをクリックするとなんかこういう、えー、セキュリティ対策ソフトらしきものがダウンロードされてこれがインストールされてっていうのがあるわけそういう,そういうことがありますでこれでパスワードが、えー、奪い取られるということが現実に報告されています。 でだいやでもハッシュされてるんだから問題ないでしょっていう話、えー、はどうでしょうかで実際に僕の、えー、管理しているサーバーで、えー、8桁の A 字えつまり A から Z ラージ A からラージ Z だから探索空間が5252 52のバリエーションしかない MD5 ハッシュの解読をしました。でこれはもう普通に,、えー普通に えー、m d 5, 5 b l u e ブルートっというあの、えー、プログラムが公開されていますね。これで実際に、えー、そ,のその辺のサーバーで、えー、その辺の辺サーバーバでハッシュ値とこれは A から Z なので LargeA から始まって、えー、SmallZ で終わる全部の組み合わせを試したということです。これ今 でこれ今どんだけ時間がかかったかというと1,400分っていうことなんで1,400分っていうのは1日ぐらい 24×60 やから2 4け1日かかってないことになりますよね半日ぐらいで8桁で a から zlargea から largezsmalla から smallz のこの8種の全ての組み合わせはもう MD5、ね、MD のハッシュはすべて、えー、探索できてしまうということが分かっています。はい、でこの、えー、探索空間を狭めるという手法もありましてハッシュとパスワードをつなげるというやり方がこれレインボーテーブルというふうに言います平文とハッシュ値を事前に保存して逆引き,逆引きするというやり方です。 でこれをやると膨大なハッシュとパスワードのこのテーブルを圧縮することができますでつ,なつなげばつなぐほど圧縮する圧縮することができるという話ですでこれ実際にこれは売られていて売られていてビットコインで買えますという話なんですねでこれもちろんあの悪用してはいけないわけですよ、はいはいえー、悪用してはいけなくて、えー 一文字から十四文字のこのパスワード、これ三十二ギガのテーブルになってます。っていう話ですね。っていうこう,いうパスワードクラックツールがもう実際に売られているという現状を知っていただきたいと思います。じゃあこれをなんとかしてクラックされないようにしたいという話です。ワンタイムパスワードという手法を紹介します。これ一回だけしか使わないというやり方で。 やりえっ、ー、と手法二つあります。一つは一方向関数を使ったもので、あと一つは時刻同期のものです。じゃあやります。えー、まず最初に乱数を与えます。で一方向正関数を使ったやり方なんですけど、例えばハッシュ関数を使うというふうにしましょう。 で乱数をハッシュ関数にかけます、はい、でハッシュ関数の、えー、さらにハッシュ値をさらにもう一回ハッシュ関数にかけますさらに,ハッ,シュ関数にかけハッシュ関数にかけますっていう話ですでこれ一方向性関数なんで、えー、S から FS は計算できるんやったけれども FS から S は計算が困難だっていう性質があったわけですよねいいですかなので S から FS は計算できるだか,らだからこっち FSFH こっち向きは計算が簡単だという話なんですね。いいですねで、えー、一応構成関数を使ったワンタイムパスワードのやり方はこれを逆に使いますと逆に使います。なので最初にこのワンタイムパスワード一番右側のワンタイムパスワードが漏えいしたとしてもそれをハッシュ関数の逆逆の演算をするのは難しいということなのでつっ、えー 次のパスワード推定困難であるというそういうやり方です。これ一定時間ごとに無効になっていくというそういう話ですね。これはあのハッシュ一方向性関数の計算量的安全性に基づいているというふうにお考えください。次です,時ですえ。時刻同期型です。これあの時刻同期型です。 認証サーバーとハードウェアトークンの内蔵時計を同期させますで生成されたワンタイムパスワードを常,常に整合性をとチェックするというやり方です。これあの、えー、と銀行の振り込みの時とかにこういうのを渡されたりとかすることはありませんか そういういものですこれは使うときに必ずイニシャライズの登録がいるわけですけどその時に内蔵時計の動機と登録をしているというふうにお考えください。はい、次ですいろいろやってるわけであのすけどあのいくらアルゴリズムが優秀であっても123456とかそういうパスワードだったら全く意味がないわけですよね。 はい、なので、まあ、どういうパスワードがいいのかっていうのはちょっと非常に難しいんですけどまあ初歩的だと多分0、まあ、と O を変えたりとか A とアットマークを変えたりとか1、えー、を I に変えたりするだけでだいぶ違うんじゃないかというふうに思うわけですねでもなでももしかしたらもうこういう手法も時代遅れかもしれません。はい、で言いたいことは、えー、っとっパスワードの使いましはまはあ、やっぱりやめた方がいいということですね。 はいえー、と理由は、まあ、今もうどこから漏れてるか分かりませんか、はい、もう漏れてるという前提で、えー、一箇所漏れても大丈夫なようにしましょうという話ですで、えー、パスワードが漏えいしていても大丈夫な手法、はい、あの二段階認証です、えー、パスワードが漏れていったとしても事前に登録したメールに 到達するセキュリティコードを入れなければ、認証できないという仕組みですね。これはあの経験あると思いますね。はい。で、こういうソフトウェアを使うというやり方もあるでしょう。パスワード管理ソフトを使うというやり方もあります。はい。で、まあ、パスワード。をどうするかっていうのは、非常に奥が深いとは思うんですけど。まあ、あの。これは。何十年変わってないんですよ。この枠組みってね。 でまあ、今後どうするかっていうのは僕ら考え皆さんぜひ考えていただきたいと思うわけですよね。